はい、皆様、お待たせいたしました。ただいまからグローバルフォーラム主催第4回アフリカ政策パネルを開催したいと思います。グローバルフォーラム高畑と申します。本日は、第4回のパネルになりまして、2020年にこのパネルが立ち上がりまして、今回で、第4回目のパネルになります。今回は一般公開ということで、100名程度の皆様にお集まりいただいております。まずは厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。本日のゲストでございますが、ご覧いただきます通り、昨年お出しになられた、見えないですね、ごめんなさい、高校国経済アフリカのご著書のであられます椿先生に、本日はゲストでお参加いただきまして、ちょっと皆様と共に意見交換をさせていただきたいと考えております。国際社会を見渡しますとですね、今皆さん、ロシアによるウクライナ侵攻がかなり注目されておりますが、その裏で実はもう、その影響を受けている国の一つが、アフリカでありますね。ロシアの侵攻によって、食糧危機やいろいろ、普段日本のメディアが報道していない大きな問題というのが各種起きているというところでですね、今回このパネルを通じて、椿先生もまさにこのアフリカビジネスや経済のエキスパートであられますのでですね、最新の、アフリカの情勢も踏まえてですね、45分ほどご報告いただきまして、その後パネルのメンバーの皆様との、討論、簡単な討論を経て、後ほど後半、フロアの皆様とも自由懇談もできればと考えております。それではここから本日のパネルの議長で主査であられます遠藤先生の方にマイクを譲らせていただきたいと思います。遠藤先生、よろしくお願い申し上げます。本日はお集まりいただきありがとうございます。今日は椿先生にお話しいただくということで、昨年出版されました「超加速経済アフリカ」という、アフリカの経済の、最前線といいますかですね、非常に読みやすい形で一般の人たちにも、よくわかる、研究者もいろんな形で、こうした経済の変容については、聞きはしているところでしたけども、それを非常に体系的にまとめていただいたご著書を書きいただいたということで、今日は非常にお話を楽しみにしておりました。終わった後でパネルの皆さんからも、コメント質問いただいて、フロアからも、出席者かなり多くおられますし、ご関心をお持ちの方もおられると思うので、多くの質問を寄せていただきたいというふうに思っております。それでは早速、椿先生に大体45分ぐらいですかね、ご報告いただくということで、よろしくお願い申し上げます。はい、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。では、ちょっと画面シェアで見えてますかね。見えてます。ということでですね、今日はアフリカを中心にですね、ぜひお話をしたいと思います。最初にですね、ちょっと簡単に、自己紹介になりますけれども、私、長くですね、BCG というボストンコンサルティングにおりましてですね、その頃はまだアフリカというよりはですね、まだ欧米だとかですね、中国が来始めたぐらいでございましたけれども、そこで15、6年やってましてですね、その後ちょっとある上場会社の社長を2年ぐらい引き受けまして、この会社はですね、14年前に創業しました。名前のようにですね、アジアとアフリカで、投資をコンサルティングするということでですね、これをやっております。あとですね、以前、競合だったんですが、今はですね、大前健一さんと仲良くですね、今、彼の大学でちょっと教えたりしてるんですけれども、そんなこともやっております。それから、会社もですね、ちょっとだけご紹介しますと、今、私、これ、シンガポールにおるんですけれども、アジアに4つ拠点がありましてですね、これは普通に東京、上海、シンガポール、ムンバイでございますが、アフリカにですね、4つ持ってるのが、ちょっと新しいところで、ナイロビ、キガリ、ラゴス、ヨハネスというところにあります。で、今、日本人がですね、ナイロビで3名、キガリで4名、ラゴスで2名、ヨハネスが、来月から2名体制になりますね。というので、あとローカルがですね、かなりいるんですけれども、これを通じてですね、コンサルティング事業と、あと我々自身ですね、投資もやっておりてですね、そういうところをやっております。で、今回のですね、この本もですね、この10年ぐらいですね、投資とか実際にリアルビジネスをやった中からですね、分かった部分を、ちょっとコンサルっぽくですね、いろいろチャートを使って、まとめさせていただきました。
それじゃあですね、早速、入りたいと思うんですけれども、まずはじめにですね、ちょっと皆さんが、ちょっと簡単な Q&A をですね、やってみたいと思いますけれども、これですね、どこの都市でしょうかってですね、行ったことある方はすぐわかるかと思いますけれども、こういう青い空ですね。それでね、こんなようなですね、これもうちょっと前になっちゃうんですけども、今一番行けてるショッピングモールですね、こんなのがあってですね、ちょっとこれできたばっかりであれなんでまだ人が あんまり見てませんけども、カルフールの1号店ができたところですね、これ皆さんわかりますかね、こういうですねところこれがですね、実はこれはですねケニアになるんですね。ケニアのナイロビという都市になります。で下にちょっとドルが入ってますけれども、これは2020年の1人当たり名目 GDP のドルベースですね。っていうのでケニアが今2000ドル超えてですね、ナイロビは4800くらいになってますかね、こんなようなところがこんな感じになりますね。でこれはまあショッピングモールでですね、あの MIF っていう、これはどっちかというと中東ですね、中東のドバイのファンドさんが出したもので、で彼らがまあカルフールの展開権を中東と東アフリカ持っててですね、この辺になってるんですけれども、こういうのが出てきてますね。それから2つ目ですね、これは日本流に言うと公団住宅ですね。今大公団住宅ラッシュでございましてですね、まあ、日本でいうところの、まあ、多摩ニュータウンとかね、千里ニュータウンみたいなやつなんですけども、こういうのができてですね、あともうちょっと洒落た建物も建ってますけども、こういうのですね。それからこういうのはね、高速道路がドカーンとできたりとかですね、それからこういう工業団地ができてですね、今結構待ってますけども、こういうところですね。で街中はまあこんな感じでございますけれども、こういうの皆さん分かりますかね。まあちょっとね、色はかなり黒い方が多いんで、まあ、アフリカはもちろんアフリカ地アフリカですけれども、これがですねアディスアベバになりますね。エチオピアです。エチオピアはこれ2020年ですけど、まあ、ちょうど1000ドルは、突破しましたね。アディスアベバで3000ドルぐらい来てますけれども、まあ、1000ドルというとですね、日本で1965、6年ぐらいですね、それぐらいに当たるわけですけれども、ちょうどですね、それぐらいに入ってきてますね。で、あの、実は1000ドルっていうのはですね、一つすごく面白いポイントで、昔ね、ジャイカさんはこれを発展途上国の区分けにしてますけれども、日本でいうと1965年っていうとね、前のオリンピックがあった、前の前って言った方がいいんですかね、時です。あと、ちょうど多摩ニュータウンとか千里ニュータウンとかね、公団住宅を整備されたのは1965年、売り出しは68年とか9年ぐらいからなんですけれども、こういうふうにですね、高速道路ができたり、新幹線ができたりとかですね、公団住宅ができたりってするのが、実はこの1000ドルラインですね。あの向こうではあのアフォーダブルハウジングと言われてありますけれども、そういう言葉で表されますね。それからですね、次はですね、これですね、これは当たったら行った人じゃないと難しいと思いますけれども、こういうね、丘丘みたいなね、感じの山々ですね。で、こんなようなまあまあのビルが建っててですね、まあちょっとね、こういうショッピングモールはまだちゃんとしたのがないんですけど、こんなふうになってたりとかですね、非常に綺麗なところなんですけれども、これはね、なかなか難しいですよね。これがですね、ルワンダってところですね。1994年にですね、でも虐殺があって、仏だ、土だとかね、殺し合ったところでございますけれども、今はね、あのしっかりした大統領のもとですね、アフリカの奇跡みたいな形で伸びてるんですが、だいたい今、1000ドルいきましたかね、22年はですね、キガリでいうと、まあ、2000ドルぐらいになってるところでございまして、まあ、この辺がね、どんどん、まあ発展ね、ついてきてるっていうのが一つの特徴かなっていうふうに思います。それからですね、これも分かったらすごいですけれども、これはね、綺麗なね、大農業国でもあるんですよね。立派なトラクターも入ったりとかですね、これもあのランチミーティングをしましたけども、すごいですね、この農家さん100ヘクタールぐらい持ってましてですね、100ヘクタールというとあの北海道の農家の10倍ぐらいでありますけども、こういうところでですねやりましたが、街並みはですねこういう感じですね。で、あの夜景見るとこんな感じになってるんですけれども、これお分かりになったら素晴らしいですけれども、これはハラレってところですね。ハラレはですね、ジンバブエの首都でございます。
ジンバブエはね、一番独立が遅かった国の一つですね。1985年ぐらいに独立しまして、まあね、大統領の初年、最初の方が良かったんですけど、失敗して、超ハイパーインフレーションのね、軟調ジンバブエドルみたいなのがなった有名なところでございますけれども、よってね、この国は途中で自国通貨を放棄してですね、使えるのはランドとドルみたいな感じにしておりますけれども、もともとはですね、これみたいにですね、素晴らしい、農業国であり、土地も豊かでですね、ポテンシャルが高いんですけれども、まあ政治が間違えるとああいうふうになっちゃうところなんですけどもね、昔はローデシアと呼ばれたところですね、南ローデシアと呼ばれたところですけれども、ジンバブエですね、こういう街並みが、あります。それからですね、これ最後の Q&A になりますけれども、これはですね、実はある日本の企業さんが、アフリカでやってるイベントの写真なんですよね。実はここに女の子はいろいろ並んでますけれども、実はですね、ある日本商品をですね、身につけてるんですけれども、これ分かります。遠藤先生分かりますかね、これ。何が。カツラですね。カツラですね。金かかる。そうですね。本読んでいただいたんで、おっしゃる通りでございます。パンストでもね、スカートでもなしてカツラですね。このウィッグですね、これ金華さんっていうですね、大阪にある化学メーカーさんなんですけれども、アフリカの女性の方、まあ男性もそうですけど、ほっとくとこうね、チリチリのこうパンチパーマみたいになってしまうので、基本ですね、向こうの、まあ、都市部の女性の方はですね、まあこう被るのもあれば、ウィーブってこう縫い込むのもあればですね、編み編みにしたりするんですけれども、そのためにですね、この人工毛髪、まあもちろん天然でやる場合は高いんですが、あるんですけども、これのね、素材を作ってるのが実は大阪の金華さんという会社でございまして、こういうところではですね、実は、圧倒的な日本企業さんのシェアがあってですね、確かこれだけで数百億のビジネスを金華さんやってますけども、こういうようなところにも、まあ日本企業はですね、結構頑張って活躍したりとかいたします。いうので、まあ、まずですね、ちょっと、まあ、ざっと写真で見ていただきましたけども、こんな感じになっておりますと。今日ですね、大体3つぐらいお話したいと思いますけれども、まず概論のとこですね、アフリカってどう見るのかっていうのと、あと今ですね、ちょっと本の内容は超加速って書いてますけれども、ここのね、原動力であるですね、リープフロッグイノベーションって、まあこれカエル飛びイノベーションって意味なんですけど、まあピョンと飛び越えてですね、できちゃうという部分、あとタイムマシンの話もちょっとしたいと思います。それからですね、スマートビレッジプロジェクト、これ弊社がやってるものなんですけれども、今ね、ウクライナの影響なんかもあってこういうのがいろいろあるんですが、まあいわゆるグリーンとかね、こういうものなんですけども、この辺の話をね、ぜひして皆さんとディスカッションできればと思います。まずですね、アフリカですね、まず日本人にはまずすごく馴染みが薄いという国でございましてですね、あとこれね、54カ国もあってですね、非常に分かりづらいんですけれども、実はですね、アフリカを捉えるときは大体東西南北、まあ中央入れて5つか4つに分けてみるんですね。東アフリカっていうのはですね、まあ中心はケニアですね。もともとイギリスが相当こいだところですけれども、これ中心になります。で、南はですね、圧倒的に南アが図抜けてるんですね。まあ先ほど言ったジンバブエのところにある国ですけれども、まあ旧ロデシアですね。それからですね、西はですね、まあ、なんたってナイジェリアがでかくて、単独では GDP がナンバーワンですね。あと北はですね、実はエジプトがトップなんですね。で、これ1億人います。まあ、ナイジェリア2億いるんですけれども、大体この4カ国でですね、アフリカの GDP の6割5分ぐらいを占めます。イメージで言うと、日本のね、東名阪、福岡みたいな感じ。まあ、中国で言うと、この北京、上海、深セン、クイシュみたいな感じでして、大体アフリカを攻めようっていう場合は、この4つにね、ちゃんと拠点を置いていくっていうのが、まあ、基本なんですけれども、まあ、この4つを中心にですね、アフリカ大陸は動いてるっていうふうに、まあ、言ってもいいのかなっていうふうに思います。あとですね、特徴。一つはですね、アフリカの簡単な特徴は本にも書きましょう。でかいってことなんですね。よくこの左側のね、見ますけれども、ここにあるようにですね、アメリカ、中国、インド、それからヨーロッパ全部に日本を足してですね、それよりもでかいんですね。っていうので、我々こうメルカトル法の世界地図を見てるので、なんとなくこうアフリカがコンパクトになってね、なんかグリーンランドとか南極がでかく見えてますけども、実はアフリカ大陸ってのはユーラシアほどは大きくないんですけれども、圧倒的にでかいんですね。
というので、まあ、縦で8000キロですからね、時々アフリカね、南アに拠点持ってアフリカ見てますって言いますけど、ここからエジプト見ようと思ったら8000キロってことはですね、日本からですね、テヘラン見るぐらい感じなんで、そんなの見れるわけないよねっていう話ですね。まあ、横だってですね、7400キロありますから、これも同じですよね。ケニアからこっち側のセネガル見ようったってですね、これは日本からカルカッタとかですね、デリ見るようなもんですから、そんなのは遠すぎるよねっていうことでございまして、まあ1個むちゃくちゃでかいっていうことですね、いうのが一つの特徴です。あともう一つの特徴ですね、若いってことなんですね。だいたい中位年齢でですね、15歳から、まあ、平均19歳ぐらいと言われてましてですね、ちなみに日本が今直近49ぐらいになってますけども、むちゃくちゃ若いんですね。で、人口ピラミッド、ナイジェリアなんかドカーンとこんなになっちゃってますから、今後なんか16歳ですからね、この若さっていうのももう一つの特徴ですね。まあ、今日本題じゃないですけど、コロナもですね、最初はもっとたくさん死ぬかと思いますけども、あんまり死ななかった理由はですね、実はこの若いというのとこのでかいということが大きいんですけれども、若くてね、平均年齢が16とか70歳以上2パーしかいませんから、まあ、あんまり死なないっていうのもありますしね。あと人口が13億いるんですけれども、インドとほぼ同じですけれども、面積10倍ありますんで、その分密じゃないんですね。インドの10倍素でありますんで、そういうのがあってですね、アフリカでは、まあ、そこまで悲惨なことには、ならなかったっていうことの理由ですね。それからですね、アフリカを紐解くときにですね、もう一つ大きな影響があるのが、この旧宗主国ですね。大体120年ぐらい前にアフリカは全て分割されたんですけれども、これ仕上がり具合は右ですね。これちょっと途中の状況を書いてますけれども、皆さんね、中学校の時三 C 政策とかね、覚えてますかね。イギリスがカルカッタ、ケープタウン、カイロをね、こう取るとかね、横だ縦だってありましたけれども、このピンク色がですね、イギリスの植民地ですね。それからですね、ブルーがですね、フランスの植民地ですね。でですね、基本言葉が旧植民地でありですね、法律もほとんど旧植民地なんですね。で、それからまあ、なんですかね、経済を牛耳ってたりするのも大体旧宗主国でございますね。で、ちなみにフランス植民地なんかまだ CPF フランというですね、もう本国がユーロになってるので、まだこっちはフランを使ってますから、通貨までですね、まだ旧宗主国を使っておりましてですね、こういう国々とトレードするとですね、お金はですね、パリ銀行に入れるんですよね。なんかまだ通貨発行権ないじゃんみたいなですね、独立国家、まあ軍隊もまだ駐留してますから、なんかこれで独立国家なのってことは、今日はちょっとすいません、フランスの人いたらすいません、でございますけれども、あとマイナーなところはですね、ポルトガルの植民地がアンゴラとモザンビークありまして、これはポルトガルのことでございます。それからですね、ベルギーの植民地がね、コンゴ、ルワンダ、ブルンジってあるんですけども、まあベルギーといってもね、フラマン語なんでフランス語ですね。だから基本はフランス語になってます。それからですね、いくつか植民地なんだかな、正確に言うと唯一がこのエチオピアなんですよね。まあ、正確に言うとですね、第二次世界大戦の時にイタリア軍に4年ぐらいは占領されてたんですけども、エチオピアはね、ちゃんとした王国があってですね、あと何も資源取れなかったんで分割されなかったと言ってもいいのかもしれませんが、そう、戦前はね、日本の皇室とね、向こうのオスが結婚しようなんて話があって、覚えてる方がいるかもしれませんけども、覚えてる方がいたらあれですけども、まあこういうのありますよね。まあちっちゃくリベリアとかあるんですけどね、これは実はアメリカに連れてこられた黒人が戦前にですね、国家を作ろうっていう、戻して作った国で、まあ、アメリカがある意味バックにいて、まあ、植民地されなかったところなんですけれども、この2つを除くとですね、基本は、まあ、大陸大分割されたところですね。まあ、もうちょっと深く言うとですね、このカメルーンとかね、こう、タンザニアってね、もともとドイツ領だったんですが、102年前にですね、第一次世界大戦負けた時に、取られてね、こっちはイギリスで、こっちがフランス領になっちゃいましたけどね。というので、今はもうドイツ語は通じないですけどね。っていうような、まあ、歴史的な背景がございます。それからですね、もう一つ、アフリカのですね、なんで発展してきたのかとかですね、まあそこをちょっと皆さん、まあお勉強がてらお話ししますと、アフリカの大体の国がですね、1960年代に独立してます。ちなみにシンガポールの独立は1965年ぐらいですからね、大体60年代アフリカの年と言われてですね、続々と独立したんですね。一番最初にこのブラックアフリカで独立したのは1957年のガーナになります。
で、このあとですね、60年代の終わりから70年代にかけてはですね、この赤いのが GDP なんですけれども、実は非常に伸びたんですよね。これ100から410億 US ドルですから、4倍ぐらい伸びたんですよね。っていうので、初期の頃はですね、アフリカ、まあね、独立して新しい国作ろうって結構ね、やって、ただこの点々がですね、これ、石油の値段なんですけれども、第一次世界石油ショック、第二次石油ショックあったんですけれども、やはりですね、石油が値段が上がったってことですね。こういうことによってアフリカの、ね、70年代は伸びたんですが、残念ながらですね、80年代から90年代ので20年間ですね、ほとんど伸びなかったんですが、もう全く伸びなかったんですね。日本の平成みたいですよね。全く伸びない20年が続きまして、で、我々のイメージはこの時代のアフリカで止まってるんですね。で、まあ、いくつか理由があるんですけれども、最大の理由の一つがこの石油価格、一次産品が伸びなかったってことですね。石油が低迷し、合わせる銅とかそれも低迷しですね。それからアフリカが得意だったコーヒーとか紅茶とかそういうものもですね、戦後はブラジルとか東南アジアでもみんなプランテーションって出てきて、一次産品の値段が上がらなかったんですね。これによって経済のエンジンがアフリカはうまくいかなかった。それからもう一つはですね、独立して初期の頃は結構燃えてやってたんですけど、これぐらいになるとですね、もう大統領がずぶん締めてガッポガッポやってですね、その反対勢がやってるから内戦内紛、それから東西冷戦の影響でですね、片っぽが共産主義になったりこっちになったりとかですね、コンゴで革命しようとかですね、チェ・ゲバラとか言ってましたけども、まあそういうのがあってですね、エチオピア内戦、コンゴ内戦、まあいろんなことが起きてですね、この間はですね十分生きなかったんですね。それからターニングポイントはですね、実は2003年です。まあ覚えてらっしゃる方あるか分かりませんけども、これはですね、中国の爆買いが始まった時代なんですね。中国がこの時ちょうど胡錦涛さん、まあ、ちょうど変わるぐらいなんですけれども、そうですね、この時にですね、すみません、胡錦涛ですね、世界に出てけっていうね、大号令を中国をかけて、世界中の資源を取り始めた、まあ、中国がですね、経済発展をして足りなくなったんで、2003年から大号令かけたんですね。で、それで中国の爆買いとともにですね、石油の値段が上がって、これがエンジンが吹き返した理由ですね。で、これによって中国の投資も始まって、石油の値段が上がったんで、実はここからですね、3年ぐらいで経済規模が4倍ぐらいまで上がるんですね。で、これでインフラ投資も含めて一気に膨れ上がっていったと。で、もちろんその後ですね、資源バブルが1回16年で落ちて、でもまたちょっと戻して、またコロナが来てっていう感じでございますが、アフリカのですね、すごく大きなレンジで見ると、こういう形ですね。だから近年の成長はですね、まあ中国のおかげと言ってもいいかもしれません。まあ、全部じゃないですよ。中国がまあ火をつけた、まあ、こういうね、一次産品の高騰と、その直接投資によるですね、これがきっかけとなって火を吹いたというふうに理解していただいてもいいかと思います。それからですね、本に書きましたですね、アフリカが今、まあ、非常にこう成長している理由をですね、2つあります。で、1つがリープフロッグイノベーションで書きましたけれども、これはこれですね。M ペサってですね、ご存知の方も今日はいらっしゃるかもしれませんけども、ペサってこれスワヒリ語でマネーって意味なんで、モバイルマネーってことなんですね。本にも書きましたけども、アフリカの今引っ張ってる最大の理由はこれでして、何かというとですね、携帯です。スマホです。大体ですね、2000年ベースで携帯の普及率がですね、アフリカで今 98%。ケニアで 114% ですね。多分ですね、去年も 100% 超えてると思いますね。っていうので、ほぼ全ての人は、携帯を持っていると。ね、それでですね、いくつか特徴がありましてですね、アフリカの携帯はですね、アップルのシェアは 2% ぐらいしかなくて、98% アンドロイドなんですけど、まあ、それはどうでもよくてですね、98% の携帯がプリペイド携帯なんですよね。日本みたいに後払いじゃないんですね。プリペイド携帯になってます。で、ちなみにですね、インドネシアもまだ7割がプリペイドですし、インドも4割、シンガポールもですね、まだ2割がプリペイドなんですが、まあ日本だけはね、あれ犯罪に使われるからとかつってね、使わなくさせちゃいましたけども、まあそれはね、ちょっとキャリアさんの策略なんですけど、そっちの方が儲かるからなんですけども、まあそれを置いといてですね、プリペイド携帯です。それはそうですよね。アフリカの場合ですね、ケニアであってもまだ銀行口座の普及率が 20% とか、クレジットカードが 5% とかなので、後払いしようにもですね、銀行引き落としはできないし、できない。あと、マサイ族の人なんか移動してますから、請求書も送れないっていう状況なので、後払いができないので、基本 98% はプリペイドなんですね。じゃあ、プリペイドってことは何かというと、皆さん、携帯なりスマホを買った後、
これにチャージして使うんですね。で、チャージ、これがですね、こういうお店で使えるんですけれども、で、これの特徴はですね、私がこうチャージをしますと言ったときに、これをね、皆さんにですね、送れちゃうんですね。私がこれに3000円をして、今、遠藤さんにですね、2000円を送るってことができちゃうんですね。で、ここまではペイペイでもできるんですけど、それをですね、こうエムペサショップに持っておくと、現金に戻せるんですね。っていうことですね、送金が完了しちゃうと。いうですね、こういうふうにこの送金のプラットフォームとして携帯一気に使えるようになってきたということですね。で、さらには送金ができるということはですね、決済ができるということでございまして、こういうね、ハンバーガーショップでもコンビニでもガソリンスタンドでも全部使えちゃうんですね。ということで、これがですね、一気にブレイクスルーしまして、これも18年ですから4年前ですけれども、トランザクション5兆円、去年で7兆円ぐらいやられてましてですね、ケニアの GDP で10兆ぐらいしかありませんから、GDP の半分、ね、年間の全銀行のトランザクションの2倍がですね、携帯にチャージした通話料をいかにも通貨のやり取りして決済してしまうというですね、このインフラが一気に整ったんですね。で、これがですね、要は家に電気が来てない、水道がなくてもですね、なぜかみんなスマホを持って、財布なしでできちゃうってですね、これがものすごく引っ張ってんですね。で、さらにですね、これがまあ、エンペサの、アプリのサイトですけれども、ここにですね、ポコッとですね、銀行のアプリもあるんですけども、そこにですね、チャージしたお金をピョコッと移すとですね、6% の、固定金利がついてですね、預金もできると。あと、さらにちゃんと使っているとローンもできるんですよね。今日銀行の方いたらかもしれませんけど、送金、決済、ね、貯金、ローン。この4つを持ってしてですね、銀行のリテールバンキングの、フルバンキングサービスって言うんですけれども、要は銀行の方がですね、全部できちゃうというので、これによってですね、もう銀行なしにして皆さんこうお金のやり取りができる。っていうので、これがですね、実はむちゃくちゃインパクトありまして、これによってですね、いろんなものが買えるとか、毎日10円払いでできるとか、こういうことが一気に普及してきたんですね。これがまあ今起きているそのリープフロッグのですね、大きなまあイノベーションの一つになっています。で、もちろんですね、これほっとくと既存の銀行が潰れちゃうんで規制が入ってます。ケニアだとコロナ前だと1回あたり送金が7万円までとかですね、1日の上限が14万円とか、さっき言った固定で金利でやるのも、コロナ前だと大体30何万円ぐらいまでですね。ただケニア人の 90何%はそれで十分だというのでですね、もはやこうエンペサを使っている人が成人では98%いるとかっていうのが、まあ、ケニアなんかでは起きてるんですね。じゃあこれがですね、どういうインパクトがあるかってことなんですけれども、まあちょっと時間がないんでね、こういう、ちょっとこれ我々のファンドでやってる投資先の例なんですけれども、ちょっとこの詳細は省きますけれども、うちのね、投資先から実際の数字を引っ張ってきたものをちょっと見ていただきたいんですが、これはですね、エジプトのシェズロンという会社で遠隔診断の会社ですね。で、これがですね、年率 440% 伸びちゃうんですね。それからこの2番目はですね、マイダワというケニアにある薬の e コマースの会社ですね。これも年率 350% 成長とかですね。それから3番目はチッパーキャッシュっていうですね、ウガンダ人がやってるんですけれども、これはですね、国際送金手数料無料ってサービスなんですが、これはもう1年間で 7700% 成長とか伸びちゃうんですね。で、この隣はですね、リライアンス HMO というナイジェリアの会社なんですが、スマホで医療保険に入りますですね、これも10ヶ月で 400% 成長というですね、むちゃくちゃ伸びるんですけれども、まあこれが超加速って意味なんですが、で、これですね、オンライン診療ですね、それから薬を買う、ね、送金する、保険に入る。これがですね、基本全部携帯とスマホでやってます。で、この左の2つのサービスはですね、8割がスマホで2割ぐらいが PC ですね。で、この右2つはですね、100% スマホでやります。いうのでですね、今、ガラケーから一斉にこうスマホに変わっていってるわけですけれども、こういうふうにですね、みんなが携帯電話を持ったスマホに変わっていく、決済ができるってインフラが整ったので、いわゆる オンライン診断とか薬を買うとか送金するとかですね、保険に入るっていうのが全部、この携帯なりスマホでできるようになっちゃったという、これをもってしてですね、まあ、リープフロッグと
日本なんかね、オンライン診断これだけでも医師会の大反対できないとかね、薬の e コマースだってね、もう大騒ぎして一流にされててね、薬剤師協会の反発が出て対面で売れとかですね、ましてや処方箋薬なんか買えませんけど、アフリカ処方箋薬もね、社名で送れば買えるんですけれども、こうですよね。でましてや国際送金をですね、銀行口座としては日本ではまだできませんし、ね、保険は逆に別の理由で日本は皆保険なんで医療券を入る理由がないんですけれども、まあこういうようなプラットフォームがですね、どんどんできちゃってるということですね。でこれうちの投資先の一社ね、これウガンダ人がやってるさっき言った3番目のチッパーキャッシュという会社ですけれども、去年の11月でユニコーンになりましてですね、2ビリオンですから、まあ今で言うと2600億ぐらいですかね、こういうようなまあ大成長を遂げる会社も出てきております。それからですね、ちょっとこれ細かくて恐縮なんですけれども、もう一つですね、アフリカとか、これもアフリカだけじゃなくて新興国全般に言えるモデルなんですけれども、これタイムマシンマップというふうに我々は呼んでます。これ本にも書かせていただきましたけれども、ここにですね、国と都市に分けて1人当たり名目 GDP を低い順に並べてあります。でそれがですね、ちょうど日本に何年に当たるかって書いてあるんですね。で、このですね、青、緑色の色がですね、アフリカの都市と国です。で、黄色がアジアですね。で、ちょっとすいません、これ古くて恐縮ですけど、2014年ベースで書いちゃってるので、今もっと上に上がってきてますけれども、これですね、こうずるずるっと並べるんですが、いくつかですね、マジックナンバーがあるんですよね。一つが先ほど言った1000ドル。日本でいうと1965、6年ですね。まあ、私が前だけなんですけども、これぐらいが1000ドルのラインですね。じゃあ何が日本で起きたかっていうと、この時はですね、東京五輪の前のがあったりとかですね、先ほど言った多摩ニュータウンができたり、それから東海道新幹線ができて、東名高速ができるわけ、首都高ができるわけですけれども、こういうね、インフラなりが一気に普及する高段住宅が出てくるのが1000ドルラインなんですね。それからオートバイが普及するとか、中古車が売れるのが1000ドルですね。で、今この辺にいる国々がたくさんあります。それからですね、次のマジックポイントはこの3000ドルなんですね。日本だとちょうど1972年、団塊ジュニアのピークの時ですね。で、この頃になるとですね、高度成長真っ只中ですね。まあちょっとお年の方は覚えてるかもしれませんけれども、当時はね、新三種の神器とかね、3C と呼ばれましたけれども、これカー、クーラー、カラーテレビですね。だから自動車、クーラー、カラーテレビが普及する、要するに家電が普及する時代が、3000ドルですね。一気にそういうのが普及します。で、さらにはですね、これぐらいになってくるとね、これ戸塚の大英店って私子供の時に行きましたけども、こういうのはショッピングモールがドカーンと出てくるのが3000ドルですね。それから3000ドルはですね、外食元年でもあってですね、マックの1号店とかで、ね、万博あった70年で、私もマックの1号店、銀座の三越でね、並んだ覚えがありますけれども、こういうね、外食が出てくるのもこの3000ドルなんですね。ちなみにケニアのナイロビがですね、今から6年ぐらい前に3000ドルを超えまして、そしたらですね、まあその前ぐらいからドミノピザが出てきて、ケンタッキーが出てきて、コールドストーンが出てきてですね。で、ちょっと遅れてですね、バーガーキング、バーキンさんが出てきましたけどね。そうですね、バーキンさんなんかで、さっきの写真見せたですね、カレンハブってショッピングの1号店できたんですけれども、もうあれですよ、もうね、1時間待ちとか3時待ちですよね。でそれ見て思いましたけど、俺の子供の時と一緒じゃんとですね、当時の銀座のマックの1号店が30分待ちだったんですよ。で並んでですね、買った覚えがあり、ビッグマックだったか普通のマックだったか買った覚えがありますけれども、それがですね、50年経ってまた起きるというデジャブですよね、っていうようなことがまあ起きますね。それから次がですね、1万ドルなんですよね。1万ドルはですね、ちょうど日本でいうと1982年ぐらいですね、バブルの直前ぐらいになりますけれども、この辺は日本が何が起きたかっていうとですね、売られちゃいますけど、東急ハンズができたのが78年、マルキューが79年、デジランドが83年でございますけれども、1万ドルはですね、消費が多様化してくるんですね。今までのスーパーとかね、ダイエーとかヨーカドーだけじゃなくて、専門店が出てきたりね、109が出てきたりとかですね、あとエンタメが一気に出てくるとかですね、それから海外旅行も1万ドル化なんですね。ちょうど今中国がですね、全土で2年前に1万ドル超えましたんで、まあコロナ明けたら反発なくいきますよね。日本もこの80年代の時にですね、海外旅行者がですね、6倍ぐらいになりましたんで、10年間ですね。1000万だったら6000万ぐらい出るようになりましたけども、まあこういうブームですね。ただ、ちなみにですね、中国はですね、都市ですよ。もう上海とか北京は軽く4万ドル超えて日本の平均を超えてますんで、まあそこは東京以上ですね。ただ、全国平均でも中国は1万ドルを超えたと
という、こういうような状況になってますね。ただアフリカではこれ超えてる国は あんまりなくてですね、リビアの一部は石油で引っ張ってなんですけども、まあこういう状況になってるっていうですね。ですから、一体ですね、何が起きるのかっていうのはですね、実はほとんどこの通りを言います。で、今言った生活、文化、住宅、高速道路、地下鉄、自動車、ショッピングモール、ね、外食はもうほとんどこの通り。で、これはですね、中国でも東南アジアでもインドでも全くその通りできましたね。ので、唯一の違いはさっき言った携帯電話。私は子供の時はですね、まだウルトラ警備隊しか持ってませんでしたけども、で、今やこれがもう例えば千鳥ヶ根でも持ってるというですね、まあここだけが違うと言うんですけども、他のものはですね、まあこういう形で普及してくるというふうに、まあ覚えていただいてもいいのかなっていうふうに、思います。まあ、ちょっと見ますとね、これなんか今はね、ドカーンと作ってますけども、これはラゴスでですね、ドバイを作ろうというプロジェクトですね。1000ヘクタールですから、ちょうど千代田区内の埋め立て地をですね、一番高級なところに作っちゃったっていう、まあ、江戸時代の築地みたいな、築地とか銀座みたいな感じなんですけども、これを作ってですね、ここにドバイを作ろうみたいな動いたりとかですね。それからこれはまあちょっと私はナイロビ新幹線で呼んでますけど、すごく正確に言うとスタンダードゲージレールウェイということですから、狭軌ですね。荒野は狭軌なので、まあ狭いので、まあ実は250キロは出なくて170キロぐらいがマックスなんですけれども、まあ一帯一路という形でね、これケニアタ大統領と習近平さんがいますけれども、まあ中国のお金と中国の技術で全部作っちゃってますが、こんなものがですね今バンバンまあできていると。でもちろんね、債務の罠みたいな問題もあってね、反発ももちろんありますけれども、インフラはこれどんどん普及すると。今ね、本人も書いて、ちょうどナイロビとモンバサができてますね。それ以外にもアジサベバと、この、ジプチのところもできてるんですけど、これがちょうどですね、360、80キロだったかな、ちょうど東京、京都間ぐらいの感じの距離ですけれども、片道800円でできてるんで、これ大丈夫かと思いますけれども、こういうののものがね、どんどん、これちなみに赤い線も、今後予定しているところですね。まあ、こっちは前できてませんけど、この辺はできてますね。で、ナイロビ、それからカンパラ、キガリ、ブルンジュバっていうですね、これ東アフリカの大動脈で4つの独立国の首都を結んでますけれども、この辺ぐらいまで大体できてますかね。開通はまだですけどね、こんなのが、まあ、広がってるのかなっていうふうに思っていただいて、いいかと思います。それからですね、我々投資もやってるんで、よくね、このユニコーンってね、皆さん聞いたことあるかと思いますけれども、これ上場前に1ビリオン。ね、今だと1300億を超えてるような企業いんですけれども、アフリカはですね、まあ、ちょっと去年が7社だ、今ちょうど9社ですかね。このあとソフトバンクビジョンファンドが入れたやつ、欧米っていうのが8番目で、うちのが9番目でできてですね、今9社ぐらいで、まあ、日本と一緒で日本がいいのかって話がありますけど、今日置いといてですね、だいたいこのユニコーンの数が9社っていうと、ちょうどですね5年前のインドなんですね。で、今インドはですね、去年で40、今48社ぐらいありますから、このね、上場前に、まあ、1ビリオン、1300億を超えるようなベンチャーがですね、アフリカもですね、今後5年後ぐらいに3、40社出てくるかなと見てましてですね、まあ、それで我々こういうところにも投資して、そうですね、1号ファンドの中から今1社出てきて、多分最後3社ぐらい出てくる感じしますけれども、こんなようなことが起きてですね、動いてるのかなっていうふうに思います。それからですね、最後の章になりますけれども、これもう一つですね、我々やってる事業のご紹介になりますけれども、先ほどね、この、まあ、実はその世界の最貧民、国連が定義するのが1日 1.75 ドル以下、要は1日200円以下で暮らしている人のことを、最貧民というふうに国連は定義してるんですけれども、今、世界で8億人残ってるんですよね。で、その、90% がこのアフリカの農村にいます。で、我々ですね、今から9年前からですね、ルワンダのところで200ヘクタール、東京ドーム50個分ぐらいなんですけれども、そこでですね、こういうマカデミアナッツの農園をやらせていただいてですね、まあこんな風になるんですけれども、今もっと大きくなってますが、これちょっと湖だと向こうがブルンジという国ですね。まさに世界の最貧地域の一つですね。で、この辺は1日100円で暮らしている人がほとんどってところなんですけれども、まあこういうところでですね、こういうマカデミアのやつを育てて、あとはもちろん近くの農家さんにも、契約農家としてやっていただいてですね。で、これ自体がまあエンパワーメントになったりとかですね、こういうのがします。それからですね、最近ですね、こういうマカデミアナッツの木がですね、実は世界でも
最も二酸化炭素を吸収する木の一つなんですよね。それによってですね、すごく注目を浴びてですね、今排出権の問題とか、ね、じゃあグリーンどうするんだとか、そのロシアのあれ使わずどうするのありますけれども、こういうのを注目を浴びてますけれども、これに伴ってですね、いよいよ我々もっと大きくやろうとかってやってまして、今社長がですね、この真ん中の原田さんってですね、もともとリクルートの女の子なんですけれども、彼女今7年ぐらいもう足掛け向こうに行ってですね、まあ旦那と一緒に行ってて、まあ子供もね、2人向こうで産んだりとかです、まあ資料の井田君っていうのは元物産の子なんですけれども、あと笠井君はCFO で元公認会計士ですね、慶応の先生なんですけれども、まあこういうこの3組のファミリーが行ってですね、向こうでやってますが、まあ、こういう日本人がいて、あと現地人が300名ぐらいいてですね、そういう人たちと一緒に、こういう農園開発ですね。で最近だとその排出権なんかができるんですけれども、こういうのやっております。で今ですね、これが非常にエンパワーメントにもですね、 CO2 にも効くということで、今まさにこれのですね、拡大バージョンもやってまして、そうですね、これによってですね、まあCO2 を吸収するだけじゃなくてですね、この辺の村はまだ電気来てないんで、電気を供給しようとかですね、きれいな水を供給しようとかですね、Wi-Fi も供給しようとか、学校とか病院を整備しようとかですね、こんなようなことも、やっております。こうやってですね、世界産品地域をですね、直していこうってことですね。で我々ちょっと地熱はちょっとお金がかかるんで、最初太陽光でやりますけれども、太陽光ですね、2メガぐらい使うと、まあ大体自分と近くの農村は全部賄えるんで、まあこういうのもやってですね、きれいな水も Wi-Fi も供給してですね、こういうですね、村自体の所得も上げて、まあ成長させていこうなんてこともやっております。これまあちょっとスマートビレッジというコンセプトですけれども、まあこれですね、持続的なウェルビーイングを実現するためのですね、スマートビレッジを作ろうということでですね、こういうのやってます。まあ大事なのはですね、この収入増なんですよね。これ寄付でやってたらもう全然意味がない、サステナブルじゃないんで、ちゃんとね、収入増ということで我々が農園で雇う以外にもですね、さっきのような現金作物を育てていただいて、まあそうするとですね、10本も育てるとだんだん1人分ぐらい収入になりますんで、それによってですね、子供を学校に行けるとか、電気が引けるとか、 Wi-Fi が引けるとかになってですね、そうするとこういう貧困から抜け出ることができるというですね、こういうのをやっております。あと今言ったように電気とかネットとか水を供給するとかですね、あと学校に行けるとか、ね、医療を受けられるとかですね、合わせて我々グリーンで、二酸化炭素を吸収するとかですね、グリーン水素を作るとか、まあこんなようなことを今やってるところですね。ちょうど今ルワンダでね、200ヘクタールできたんで、今度タンザニアのこの辺でね、2000ヘクタールという、2000ヘクタールというとこれ中宅2つ分ぐらいあるんですけれども、そういうところでですね、今やらさせていただくってことをやってますね。でこんな学校ですね、建屋はあるんですけどね、タンザニアですね。で残念ながらですね、これかわいそうにこの学校ですね、電気が来てないんですよね。で午前午後の二部制になっててですね、教科書なんかも3人に1冊しかなくて、だから持って帰れないですね。でノート持ってないみたいな感じで始まってるんで、ちょっとさすがに電気とか Wi-Fi は供給しようとかですね、ノートぐらいやろうとかですね、まあこんなようなこともやってます。あとこれ唯一のクリニックがあるんですけれども、電気が来てないんですよね。もう電気なし病院でも、病院クリニックでございます、まあ、あるだけいいんですけれども、これちなみに分娩内で赤ちゃんをここで産むの、ここ捕まるとこありますけれども、産むんですけれども、お湯どうすんのって言ったら、もう焚き火で沸かすみたいな感じなんですが、まあちょっとね、こういうようなところが、まあ世界産品地域の一つであるんですけれども、こういうようなところをですね、テクノロジーだったり我々のそういう農園とかから返してですね、やっていこうってですね、こんなようなこともやっております。それから最後にですね、ちょっと日本との関係というかですね、それも少しまあお話したいと思うんですけれども、日本の課題はですね、私はこれだと思ってまして、何かというとこの人口減ですよね。もう半端じゃない勢いで人口がですね、去年60万人以上下がりましたけども、どうしようもないですよね。時々ね、少なくなってもいいんじゃないかって人いますけど、何言ってるかと、昔の1億人、昔8000万みたいにね、で働ける人ばっかりで子供いっぱいで年齢が過ぎる、今後はですね、もうね、おんぶりなっこみたいな人が 40% いるっていう時代のですね、1億人じゃもう大変なことになっちゃうんで、じゃあどうしましょうかって話がね、あるのかなと思います。数字の見るとこうですよね。まあ、ここだけ見てるだけ、去年ですかね、速報値が出てきましたけども、生まれた赤ちゃんが84万人ですかね。死んだ人が145万人で、差し引き60万減りましたけども、これ止まらないですよね。
ご承知のように、この後団塊の世代とかって270万人いますからね、これだけ死んだ赤ちゃんが80万だったら、差し引き110万人死にますから、まあ、いっぺんには死なないんでこうなりませんけれども、大体今の統計だとで、年間80万から100万人がですね、減るのが50年続くってすごい予測があってですね、100万人減って半端じゃないですよ。100万人減ってことは、今年和歌山県が消えて、来年福井県が消えて、その次徳島県、香川県、今の県は全部100万人いないですから、島根と鳥取は同時に消えますよね。でこんな状況でですね、国のね、国府が維持できるわけがないね、よくなるわけがないですよねっていうのを、まあ、黙って見てるのが最悪なんですけれども、まあこれをどう打つかっていうのは、私はまあ最も大事なことだとは、思っております。それをですね、もしかしたら救うんじゃないかっていうのは勝手に思ってるんですけれども、これですね、先ほど冒頭にね、逆にアフリカはですね、子供がいすぎて困るっていうことなので、それこそね、まあ、大坂なおみちゃんとか八村塁君じゃないですけれども、もっとですね、そういう人たちが日本にどんどん来てもらうというね、そういう社会を作るべきじゃないかなと思ってましてですね、まあ、そこは私の妄想なんで、賛成してもさせていただくとよろしいですけれども、このチャートはですね、見たことある方いると思いますが、生産年齢人口ですね、取ったものですね。生産年齢人口っていうのは15歳から64歳の、まあ、いわゆる働ける人が総人口に占める割合ですね。でこれが日本のピークがですね、65年ぐらいからこの90年の頭ぐらいですね、2つあるの分かりますよね。団塊世代と団塊ジュニアがなった時代ですね。それが今猛烈な勢いで落ちてきてるってことですよね。で同様にですね、アメリカのピークがこの辺で、中国ももうピーク割ってるんですよね。生産年齢人口比率はどんどん下がってまして、そろそろ総人口で、まあ去年出しましたけども、絶対下がってるんですよ。統計ごまかしてましたけども、まあ下がってきますよね。ただ日本の最大の課題はですね、50% まで下がるってですね、何も手を打ってこなかったんで、まあこうなっちゃってですね。で、アメリカとかなんかは、まあ、なだらかに落ちてもですね、大体 60%、50% ぐらい維持できるんですけれども、それがあとですね、インドとか中東のピークが進むのが2030年代、40年代ぐらいですかね。で、最後アフリカが70年代がピークを打って、世界中が日本みたいにこう人口減少の、状況に入ってくるわけなんですけれども、ね、我々的にはまあ最も最初にこういうのを迎えるんですが、まだまだね、伸びる。まあアフリカに限らなくていいんですけれども、そういう国々とですね、こういう補完し合ってですね、やっていくのがむちゃくちゃ大事じゃないかなっていうふうに、思っております。まあ、まとめるとこういうことなんですけれども、まあ、個人はね、もう世界に出てて戦えないことはどうしようもないですよね。毎年100万人間でですね、一軒一軒吹き飛びのですね、しがみついても話にならないですよね。もう企業は当たり前ですよね。もう世界で勝たない限りね。トヨタさんだってね、平成の時時間を上げますと、それはもうね、9割9分は海外で売れてるわけで、国内はどんどんシュリンクしてますから、まあ、これでやらしくないですよね。あと移動できない国や自治体、地方はですね、私は開国と呼んでるんですけれども、まあ世界からね、もっと人やお金も企業もね、情報も来るようにして初めて栄えますんで、まあこういうのをね、どう作るのかと思いますけれども、まあ今日はこういう話じゃないんで、あまりこれをしませんけども、ね、日本としてもね、ぜひね、アフリカとかアジアと、まあ、一緒になってですね、世界中から人が来てくれて、まあお金もね、企業も来るようにすべきだというふうに思いますけれども、その一助をですね、民間としてやってのが弊社でございましてですね、まあこの話は今日はしませんが、お時間を来たんでですね、これで終わりにしたいと思います。ということで、皆さんご清聴ありがとうございます。はい、ぜひご質問いただければと思います。何でも、はい、ありがとうございました。はい、アード主催に富むお話でございました。すでにQ&A でも11件ほど質問が来ているようですけれども、まあ、それにさっき、それご覧いただき行きながらということでもいいかもしれませんけど、パネルのメンバーから、質問やコメントなどをいただければというふうに思いますので、適宜、パネルの方ちょっとどなたでもいいんですけど、誰か、今の椿先生のご報告について、質問コメントがございませんでしょうかね。まあ、それぞれ、いろいろと知見をお持ちかと思いますので、適宜質問コメント出していただければと思いますけど、いかがでしょうか。じゃあ、私からお願いします。パネルの一人の、東京大学の坂本と言います。貴重なご報告どうもありがとうございました。いいえ、ありがとうございます。はい。で、私はアフリカの政治とか国際関係とか、まあ、紛争を研究している人間で、素晴らしい、はい、あまり
逆にそのなんか経済についてはそれほど詳しくないので、まあ、特に、はい、イノベーションを軸とする、まあ、なんていうか今日のアフリカ経済のダイナミックなあの側面、はい、まあ、注目した、ところについてご報告いただいて、まあ、大変勉強になりました。で、これは感想なんですけれども、はい、それで、いくつかあの考えたこととそれに基づく質問があるんですが、はい、まあ、お話に上がっていた、まあ、事例として出てきた、まあ、例えばナイロビであるとか、はい、あと、まあ、アジスであるとか、まあ、国で言うと、はい、まあ、ルワンダっていった国というのは、はい、あのなんていうか、まあ、今日のアフリカの、まあ、特に経済でいう時のすごいダイナミックな側面を、はい、まあ、象徴している場所だと実際思うんですね。で、はい、素人目にもというか、はい、で、他方で、お話にあったように最初の方に、はい、アフリカはまあ非常にバカでかい大陸で、はい、まあ、その経済水準も含めて、はい、まあ、かなり多様ですよね。はい、で、僕なんかあのまさに最近言ってるのはニジェールっていう、あの、あ、ニジェールはそうですね。そうですね、普通の、はい、国の、しかもあの農村に行ってるんですけど、はい、やっぱりで、私自身もあのナイロビとかあのアジスとかにももちろん行ったことはあるんですけれども、はい、やっぱりこう肌感覚として、まあ、国の間もそうですし、あと、まあ、うん、都市と農村の間も、はい、こう、まあ、はっきり言って別世界。別世界ですね、はい。で、まあ、ケニアに行った時も僕はあの北部の方 の, あの乾燥地の方に行って調査してたんですけれども、はい、で、まあ、当然電気も来てないですし、まあ、はい、あのシャワーも浴びれない状況で、はい、そうですね、まあ、もう内陸に帰ってくると、はい、もう全然、まあ、インフラも整ってますし、でなので、まあ、何が言いたいかっていうと、こうかなり、まあ、農村都市あるいは国の間に断絶があると思うんですよ。それで、はい、まあ、確かに、農村に行っても、若者いっぱい確かにいますし、あの、はい、携帯電話、スマホもみんな持ってますけど、はい、で、まあ、農村に行くとやっぱり、なんかこう仕事にこうあぶれているあの若者がいっぱいいたりするので、はい、お話を伺ってまず思ったのは、はい、まあ、そういった、あの椿さんが先導されているような、はい、まあ、アフリカの特に都市部、はい、はい、における、まあ、あの最後のルワンダの話は割とこう農村にも関わる話だと思うんですけど、はい、そうい う, こう都市部でのを中心とするそういうイノベーションを軸とするその、まあ、成長をやっぱりこう、はい、面的な、まあ、まあ、経済成長っていうとちょっともうあの大きな話に なっちゃうかもしれないんですけど、まあ、都市だけじゃなくて例えば農村を巻き込むような、まあ、面的な成長につなげるにはどうすれば、はい、いいのかということについて何か、はい、ヒントのようなものをお持ちであれば、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、一つ目の質問になります。ありました、はい、あのですね、我々アジアもやって、私自身ですね、まあ、この仕事33、4年やってきてるんですけれども、もう全く中国、インド、東南アジアと一緒ですね。あ、そうですか。で、中国もそれはさっき言った上海なんかは東京以上ですけど、ね、貴州省の田舎行きはまだね、とんでもないのやってたりとか、組取り通りですし、インドなんかもっとひどいですよね。ムンバイ、デリーなんかで我々以上の生活でフェラーリ乗ってるやつもいれば、田舎行きはまだ子供が15歳で結婚してレイプされてるなんてあるわけで、あとは東南アジアもそうですよね。ミャンマーみたいにひっくり返っちゃう国もあれば、シンガポールみたいに一人当たり GDP が日本の 1.5 倍ってあるようにですね、あのいずれにせよですね、平均的に全員がボーンって上がることは難しいですよね。アメリカも含めて日本もそうですけどね。いうので、私はもうアフリカ見てると全く中国、インド、東南アジアと一緒だなと。で、ラオスとかですね、ああいうふうにひっくり返っちゃう国もあれば、ちゃんとやってなんとか伸びてきてる国もあればですね、まあ行ったり来たりしてる国もあるっていう中で、だからこれはもう経済発展上仕方がないっていうかですね、まあそういうふうになっていくものだろうと。いいので、まあ、昔東証医だったね、白猫も黒猫もですね、いい猫だったようにですね、まずはちゃんとですね、伸びるところから伸ばしていかなきゃいけない。それからものすごく大事だなと思ってるのは、これはあの坂本先生だと政治ですね、うん、先ほど言ったのルワンダとブルンジっていうのは全く同じ人種、同じ歴史、ベルギーの植民地ですよね。で、独立したのが、まあ、本当に今は50年ぐらい前ね、ところがこの2カ国でですね、片や1人200ドルの、片や1000ドルの5倍違うんですよ。
で、これはカガメ大統領がちゃんとやったかやらないかの差なんですよね。これによって20年間 7% 成長したのがルワンダで、もちろん94年の時には大虐殺28年前にあってですね、その反省からやってますけども、もうねほとんど企業と一緒、トップがどれだけちゃんとしてるか。でこうそうしないと、まあね、先ほどジンバブエの話をしましたけども、大統領がみんなポッケに入れてわしゃわしゃやってると大統領だけはね飛びますけども、相変わらずそうなってですね、反省ができたりとかですね、あのこれをどうやって一歩一歩上げるかですよね。これは東南アジアは全く一緒ですよね。ミャンマーみたいに軍事政権になってですね、一部やっても自分たちの権益が侵されると思ったらいきなり捕まえてですね、軍事政権やって、今ウクライナで世界中が制止されちゃってるようにですね、まあ、ああいうことが起きるわけなんですけれども、アフリカだからってことはないですね。もう全くアジアと一緒だし、中国ともインドとも一緒ですよね。だからおっしゃるようにニジェールとかマリとかも一番最後になると思うので、まあ、ちょっとですね、まあ、この辺でどれぐらいこう、ね、まあ、資源はもう出てこない、人もない中でどうするかってまた別の議論になると思いますけれども、あのまずはしっかり経済発展してですね、ただですね、ファクスがあって、先ほど国連が言う貧民化ですね、8億って言いましたけども、20年前は30億人以上いたんですよね。で実は今それがですね、20億人がですねリリースされたら、そこから抜けてたんですよ。だから実はですね、統計的に見ると所得の格差は広がってないんですね、減ってるんですよ。その今の言った最貧民が出た、ね、20億人減った部分の10億人は中国人で、10億人がインド人なんですよ。中国インドが経済発展に伴って1日100円以下とか200円以下の人がいなくなったんですよね。まあインドはまだちょっと残ってるんですけど、中国はゼロになりましたね。 44% の中国人が最貧民は今ゼロで、インドも40何パーセント、今 5% ぐらい下がってますけれども、で、あとアフリカが残ってるんですよね。で、やはり経済発展することによって、全体的には確実に底上げされます。あとは、その政治含めてですね、どこまでちゃんとできるのかとかですね、ルワンダなんかも資源も何にもない、石油も何にも出ない国ですけれども、あの上がちゃんとやるだけでですね、あそこまでできるわけで。だから本来だったら私なんかそういうのできるのかなと思いますけれども、まあ、南スーダンとかソマリメディアでやってるとですね、いつまでたってもいかないとかですね、まあ、資源は資源で出過ぎちゃうのはまた問題でね、ギニアとかアンゴラナミエもそうですけども、ベタベタになってですね、まあ、いわゆる資源の罠ですよね、まあ、こういうような問題なんかも残ってるのかなっていうふうに思いますね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ、あの、いろいろ教えてください。はい、僕から以上です、とりあえず、はい。はい、ありがとうございました。じゃあ、玉井さん、お願いします。ごめんなさい。はい、聞こえますでしょうか。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。貴重なお話、ありがとうございます。玉井隆と申します。あの、私はナイジェリアで、あの、医療とか厚生省に関して、人類学的な調査を。はい。やっております。で、あの、二つ質問させてください。一つがですね、結構、すみません、素朴な疑問で恐縮なんですが、あの、やっぱり今、アフリカでビジネスやってる方って、あの、行動調整ってどう評価されてるんだろうっていうのは、すごく気になっておりまして。行動調整？はい、行動調整ですね。行動調整プログラムです。80年代くらいのやつですね。セニア IMF が、中心に行ってきたものだと思います。例えばナイジェリアは80年代はあの日本人2000人くらいいたという人もいるくらいすごくたくさんいて、日本企業もたくさんあったけれども、そこからまあ撤退して今あの日本人150人くらいだし、企業の数も30少しだし、まあ、数え方ありますけどと言われてると。で、はい、それは80年代90年代どんどん少なくなっていったのは、あの独裁政権があって大変だったからとかですねっていう話も、まあそれは多分そういうとこもあるんだと思うんですけど、はい、経済金融に関しての介入というのは、あの世界 IMF しっかりやっていたところもあるので、で、あのそれがうまくいったうまくいってないもいろいろ議論があるので、あのそこの構造調整のある種レッスンみたいなものは現在ビジネスの中で何かあるんだろうかと、いうところが気になったというのが一つです。はいはいはい。で、もう一つが、あの、何度か言及、ご言及されていたかと思うんですが、あの、イノベーションという言葉がですね、あの、私もイノベーション研究的なことを一生懸命勉強してるつもりなんですが、いまいち分からないというか難しいなと思っていまして、はい。例えば、あの、オンライン診療ですけれども、あの、はい、私はいわゆる貧困層の人たちのことについて、あの、調べてるんですけど、例えばもう電話で診療するみたいなことはもう、はい、あの、まあ、制度はいろいろありますけど、電話で診療みたいなものはずっとしていてですね。はい。で、あの、なんていうか、
治療のためのすごく対面的な関係ってしっかりできてるんですね。でそれがすごく大事で、はい、あのその人がかつて病院でどんな目にあったとかですね、どの薬が好きで嫌いかとかですね、はい、そういうその人らしさを重視した治療というのもおそらくあると、はい、で、はい、それ SNS が普及しているのはそういう関係がもっと持続したり発展したり豊かになったりコミュニケーションしやすくなったりっていう意味では豊かにしてくれているんだと思うんです。で、うん、そんな中に例えばアプリ、入れてくれとっていうふうに入ってきて、でとても便利なんだと、言われてもなかなかこう受け入れがたいものがあるなと、いうところもあったりするんです。なんかそういう視点を見たことがあるので、なので、はい、イノベーションって誰にとってのイノベーションなんだろうみたいなところがすごく気になってるなと、いうところです。なるほど、以上です。そういう意味はね、ありがとうございます。素晴らしいご質問ありがとうございます。ですね、どっから行きましょうか。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。まず最初のご質問の方ですね。経済発展についてのお話ですけれども、おっしゃる通りでしてですね、先ほどお見せしたようにですね、アフリカが停滞した20年間、で、まあ、80年代の前半ぐらいまでおっしゃるように日本企業はいっぱい出てて、それこそ JAL だって直行便をナイロビにあったようにですね、あったんですが、その特に90年代ですよね。90年代になって日本のバブルが崩壊した後、日本企業そのものはですね、だらだらがあって、それで一斉に撤退しちゃったっていうことですね。だからこのアフリカを撤退した理由は2つあって、まあ経済が停滞して思ったようにもう商品売れないしね、もう戦争してダメだよねって、プラス自分たちもダメになっちゃって、アフリカでやってる場合かって、それこそね、ほとんどの人がもうね、海外撤退だって会社もいっぱいあったように、まあその2つの理由によりですね、まず日本企業はまあ撤退してたと。でさらにですね、まあ、その後中国といろいろ来ちゃったんで、順番的に言うとようやく今ぐらいになってですね、もう一回やろうかみたいな感じですね、なってきて、またコロナがでどうしようかみたいになってますけども、まあ、そういうような順番かなっていうのはもう一個ありますね。でそれからですね、今はまあ前半でおっしゃった話のその工場を含めた問題はすごく大きな課題で、まあどこの都市を行ってもですね、やっぱり製造業が作ってくれとかって言いますけれども、なかなかですね、アジア型の発展でうまくいきそうな国はまだ限定的で、私が見てる中ではですね、エチオピアがまあまあうまくやっててですね、これは縫製工場ですね。ご承知のようにトルコを中心にですね、トルコの縫製会社が600社ぐらいですかね、中国も4、50社、韓国も10社ぐらいで、まあ、日本はまだ1社、2社しか出ませんけども、こういうの安いですね、人件費を使ってやるっていうのは、日本も以前ね、戦後それで立ち上がってきましたし、中国もね、そういうの立ち上がってきたようにですね、まあ、縫製業なんか立ち上げようっていう、そのアジア型モデルでできそうなのが、エチオピアは成り立つかもしれませんね。あと、まあ、エジプトもですね、まあ、日本企業さんも結構出て、まあ、ノックダウン生産の、ね、工場がたくさんありますけれども、まあ、この辺はですね、まあ、比較的アジア型っぽくできる可能性があるなっていうふうに見てますね。ただ先ほど言ったのはニジェールマリになっちゃうと海からも遠いしですね、たくさんいるわけじゃないんで、これまとめた縫製業もやりづらいというので、まあ、ナイジェリアは政権さえしっかりすればできる可能性がちょっとありますけれども、そういうふうに何をどうやるかは国ごとによってですね、だいぶ発展形態が違うのかなっていうふうには思いますね。あと国もバラバラなので、中国みたいにですね、政策的にドカーンとやって重工業やってって、あれももうちょっと遠いかなと思いますよね。あとルワンダもですね、まあアフリカのシンガポールになるなんて IT 政策とかやってますけれども、まあ必ずしも別にルワンダ人がね、旧家下級の格差をね、全部できるとか、インド人みたいにすごいってわけではないので、まあ日本のベンチャーさんでもね、オフショアの開発で一生懸命教育してますけれども、まあ素質は悪くないと思いますけれども、まだまだ厚みが足りないっていうことで、各国ともどうやって経済発展をさせるのかっていうのは、ちょっとこれは国ごとの処方箋がだいぶ違うかなっていうふうに、まあ見ています。それからですね、イノベーションの議論はおっしゃる通りで、そうですね、我々の遠隔診断なんかで見てってですね、まあ、この会社さんはちょっとうちは投資ができなかったんですけど、まあ、有名な例がこれのバビロンさんですね。これルワンダでやってらっしゃって、今度ウガンダでも始めますけれども、まあ、AI 使ってさばいてですね、ただ実際問題はこれ裏にコールセンターが置いてあって、まあ、コールセンターでさばいてる多いんですけれども、1回200ルワンダフラー20円ぐらいでやっていくモデルですね。
これなんかもルワンダにおいてはですね、あの保健省と組んで地方のですねヘルスセザーセンターの、ところのに、まあ、ちゃんと教育をしてもらってですね、まあ、ローカル語で喋ってもできるようにするっていうのでかなり使われててですね、だいたいヘルスセンター経由が8割ぐらいだったんですね。で直接かけてくる人が2割ぐらいっていうので、まあ、AI で前さばきして、まあ、あのさばきれない場合はナースなりドクターが出てきてやるっていうのですね。でまあ、もちろんその近くの病院行ってくれっていうのはバスで何時間でかかっちゃいますから、あの近くのヘルスセンターではね、まあ、せいぜい小学校の保健室ぐらいしか設備がないのでこういうのやるといいですね。まあ私なんかはこれは十分イノベーションかなと思ってですねあの無邪気イノベーションという定義を置いてますけれども、まあこういうようなあのベンチャーさんができたりとかですね、まあ有名な例はこのジップラインなんかもそうですよね。これはあのシリコンバレーのベンチャーさんですけども、固定翼の、ね、ドローンでございますけれども、これによってルワンダなんかだと、ね、ドローン空港を2つ作ってですね、6割ぐらいの必要な血液はこれで撒いてますけども、これもですね、実際にこうあの無人でこういうのを飛ばすことによってですね、そのドローンの飛行頭脳がどんどんエビエーションの頭脳が賢くなりますんで、これによって今世界でまあドローンベンチャーで一番下以上ありますけれども、まあ、あの兵器を除けばですね、一番時価総額が高いのはこのジップラインさんです。武器の方は別ですよ。あの、あれはまた別の世界になりますけれども、まあ、こういうのをですね、入れて我々はまあ新しいイノベーションだと。いいのですね。まあこれもやっぱりアメリカでも日本でもできないです。日本ではこれトヨタ通商さんが出資してるんでね、離島でやろうってありますけれども、もう23区は絶対飛ばせませんし、無人ならできませんしね、パラシュートの落とすなんかやったらまた大騒ぎになっちゃうんでできないんですけれども、まあこういうようなことがですね、ガーナとルワンダではまあ実証可能だというのでですね、すいません、あの曖昧に広く定義をしてですね、こういうのをイノベーションと呼んでおります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それじゃあ、あの福西さん何かありませんでしょうか。はい、あのアジア経済研究所の福西と申します。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのお話大変興味深く伺いました。あのケニア、ナイロビなんか私も10年ぐらい前までよく行ってたんですけども、その後相当変わった様子は伝え聞いていましたが、今回お話を聞かせていただいて、あ、だいぶ変わってるなっていうのはすごく思ったところです。はい、あのまあ、IT の話なんかがよく出てきますけれども、一部のそういうことに強い人たちがアントレプレナーとしてやっているのかなっていうふうにぐらいに思ったんですけれども、最近はもうあのインフォーマルセクターのいろんな方があの e コマースのプラットフォームとか SNS とか使ってもう商売するのはごく当たり前になってきつつあって、はい、でまあもともとそういうものはやっぱりデリバリーが必要なので、やっぱあの国でデリバリーって難しいだろうなと思ってたんだけども、それがあのバイク便とか使ってやれるようになってるっていうのを私も知りまして、また今日いろんな企業のお話を伺いました。もう随分変わってきたなっていうのはすごく思うところです。でそういうあの最近の動きの話っていうのは、まあいろんなところであのこうで情報として出てるところもあると思うんですけれども、今日の椿さんのお話、やっぱそれを例えばですね、日本があの発展してきたこう経過とですね、まあ、重ね合わせるようなところでお話しいただいたところが、まあ、特に我々、まあ、私は特にそうだったんですけれども、あのこう理解しやすいといいますか、なるほど今こういうところまで来てるんだなっていうふうに思えるところがありまして、そこは非常に勉強になりました。でまあ、じゃあこれからじゃあアフリカどうなっていくんだろうっていうのと、それからどうしてこうなったんだろうっていうのは、まあ、2つの疑問が ありまして、私は大体そうですね20年近くアフリカを見てきて、最初の頃はとても成長しそうな感じでなかったのが、いつの間にかこういうふうになってきてしまった、はい、で、まあ、まだその GDP の成長という意味ではまだの国が多いけれども、少なくともその成長のエピソードがまあ、かなり出てくるようになった。で、まあ、あの人によってはやっぱさあのデジタルのおかげなんだという方もおられると思いますし、あの、まあ、今までの援助が実を結んだんだというふうな言い方をされる方もおられると思うんですけどもまあこういうふうにあの発達した最近急速に発達してきた背景として、まあ、椿さんはどういうことがあの元にあるとお考えなのかなというふうなのを聞いてみたいというのが1点目と、すみません、もう一つあの質問させていただければ、まあ、そういう意味ではそのどうしてもデジタルの話が多いんですけれども、
椿さんの授業として先ほどマカデミアナッツのお話を伺いました、はい、農業ですね、一昔前までやっぱアフリカといえば農業という話をしていて、でその農業というところでもそのポテンシャルをお考えなのかどうか、まあ、もしかしたらデジタルと重ねてということになるのかもしれませんけれども、もしそういった点で何かお伺いできることがあれば教えていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。ありました、ありがとうございます。どうして発展してきたかっていうのをですね、先ほどちょっとまとめましたけども、まあ一つは2003年以降ですね、その一次産品の価格がまあ上がってきたというのは、まあ、間違いなくこれお金が入ってきたんで、まあ、北アフリカとかナイジェリアそうですけれども間違いないですね。それからやっぱり中国が直投ですね。ただまあ中国のですね、累積投資もまだ大体5兆円ぐらいですね、FDI で見た場合はですね、大体フランスとかイギリスと同じぐらいなんですけれども、まあ、これによってインフラが整備されたとかですね、こういうところもすごく大きいと思います。でさらにですね、先ほどちょっと言いましたけども、そうですね、大体独立してですね、まあ、ケニアなんかももう50年ぐらい経って、大体第4世代ぐらいになってくるんですけれども、今度は人材面ですよね。で多くの方が、まあまあ、多くというのはこういう立経済を引っ張っている方とかベンチャーやっている方はアメリカとかイギリスの大学をですね留学して帰ってきて、それで良くしようとかですね、まあ、こういう効果もすごく高いというふうに思いますね。でさらには我々みたいなその民間でもこういうところにお金を入れていくと、でしかもベンチャーにお金を入れようというのでベンチャー周りにも直接投資がまあ入ってきているというのはすごくあるかなっていうふうに見てますよね。それからもちろんアフリカの政府もですね、こうバカじゃなく、例えばこれエチオピアっていうのはすごくその、まあ、中国のアドバイザーもたくさん入れてて中国型のモデルを施行してるんですよね。でちょうどこれも1000ドル、日本でいう1965、6年 の、まあ、レベルなんですけれども、日本もその時にですね、公団住宅法っていうのが整備されて、で住宅民営公社ができて、そこでお金を借りてですね、多摩ニュータウンとかもできてくるわけですけれども、そういうのを中国も勉強してますし、同じようにアフリカの勉強してですね、ちょうど1000ドルぐらいになると、中所得者階級の人向けのですね、アフォダブルハウジングを作ると。で私ね、アジアから見てびっくりしましたけどですね、ほとんどどの国も一緒なんですよ。何が一緒かっていうと、こういう団地がですね、大体50平米ぐらいでトイレとかガスがついてて、スタートが大体売り出しがですね、300万から500万ぐらいなんですよ。でアフォーダブルハウジングですね、これはザンビア行っても南アフリカ行ってもここ行ってもタイ行ってもほとんど一緒ですね。で大体持ってれば5年経つは倍になると。で面白いのはですね、これ右説明しませんでしたけど、これ何やってるかっていうとですね、今の公団住宅の抽選会なんですよ。日本はうちの親父の時代ははがきを書いてこう抽選してましたけど、ね、向こうはちゃんとした郵便制度がないですよ。はがきでやったらいくら取って不正しちゃうんで、毎朝銀行の前やってですね、くじ引きやって当たったら頭金10発分買えるってですね、まあその抽選の仕方が国によって違いましたけども、まあこういうのはアフォダブルハウジング、公団住宅が整備されますよね。よって今ほとんどのアフリカの国には住宅省なり住宅省があって、アフォダルダ全体で何百万個足りないから毎年いくつ供給しましょうって、まあこれは中国もインドもやってましたけども、タイもやってますけども、まあ同じように起きると、そういうですね、その国を発展するメソトロジーっていうのは世銀さんも含めて IMF も含めて民間のコンサル、ボスコンも含めてそれなりには分かっていて、でですね、大体私並みみたいな感じですね、国でどうですかね、まあ、都市で1万ドル、国で3000ドルとかですね、7000ドルぐらいまではよほど政治がぐちゃぐちゃなければいけると思いますね。ただ全ての国がですね、3万ドルとかまでいけるかどうかはまだちょっと私もよくわかりませんけども、それぐらいのですね、まあ、英知はついたし、こうやってればいいんだなっていうことがいろいろ分かってきましたよね。で全てが全て眼光型の日本とか東南アジアみたいに、まずこうね、労働集約ですね、軽工業からやって重工業やってじゃなくても、まあこうシンガポールのようなやり方もあるし、ドバイのやり方もあるしですね、いくつかのパターンも、まあインドみたいに内需中心に IT やるようなのが出てきてますから、いろんなこの経済発展のパターンっていうのは学者さん含め分かってきてですね、で政治がある程度ちゃんとしていれば、こういうのはこういうのはちゃんと作るとか、高速道路を作るとか、工業団地とか作ってですね、まあ、これ政府が作ったやつなんですけれども、一番上は韓国の縫製工場が2000年にバーッとありましたけど、まあ、こういうのでやっぱりある程度どんどん発展はしていくんですね。
この上は中国がやったり東方工業園区ってやつですけども、まあ、巨大な中国の靴がやってるようなのが行って見てきましたけども、まあ、あっという間にいっぱいになってましたけどもね、もちろん道中反政府が出てきてあだこうだっていうのは起きるんですけども、そういうのやりな、まあ、タイだって、ね、同じことが起きるわけで、まあ、ある程度のレベルぐらいまではですね、いろいろな、まあ、民間官含めてですねできると。ただ最大の条件は、まあ、さっきのウクライナ、ロシアじゃない政治がちゃんとしてるとかね、ミャンマーみたいなふうにはならないとかっていうのはあるんですけども、ある程度ちゃんとした政権があれば、まあ、それが民主政権なのか共産党型、まあ、どちらも構いませんけども、ちゃんとやればですね、ある一定のところまではいけるんだなっていうふうに見てます。それから農業についてもですね、まあ、いろんなやり方があるとは思いますけれども、アフリカですね、ご承知のように、まだざっと言うと、まだ7、8割が農村に住んでいてですね、しかもその方々が、まあ、自給自足の農業をやってるっていうところなんですよね。でよって、まあ、世界最貧民の8億っていうのの9割がアフリカ人の農村だっていうのは、まあ、そこに、まあ、スラムもあるんですけれども、どうするかっていうのが残っていて、その自給自足のままだとですね、やっぱり子どもを学校に行かせられない、高等教育を受けせられないっていうのはその通りなので、まあ、我々のアプローチは今マカデミアナッツをやってるんですけれども、これが輸出商品としてですね、邪魔せずに、すごくその農家さんの、エンパワーメント、収入上につながるんですよね。でこういうのをやるとですね、まあ、普通の農家さんでも子どもをですね、高等教育受けさせられる、家に電気が引ける、ガスのシリンダーガスを変えるってなってきますんで、まあ、それがこう一歩一歩上げていくのかななんてことは思ってます。あとは教育だと思いますね。必ずしも全員がこう都市に行っていかなくてもできないかなって、まあ、先ほど言ってたのはそれで、まあ、さっきの学校にですね、電気と Wi-Fi を供給するだけじゃなくて、できればですね、まあ、今ね、Wi-Fi ができれば、まあ、いろんなね、動画ではいろんなコンテンツありますから、まあ、それこそ小学校ぐらいからプログラムを教えられないかなとかですね、やってみたいと思ってるんですけれども、でこういうところでオフショアの拠点ができるかできないかとかですね、そんなようなことも今回このスマートビレッジではトライしてみようかなと思ってますが、ちょっとすみません、そこはまだ私も確証がないです確証はないです確証はないですないですが、まあそういうことができればいいなと思っておりますご覧になってますでしょうか。はい、どうもありがとうございました。あとたくさん QA が来てるんでお答えしておきましょうか。あ、そうですね、もし、はい、全部はちょっと難しいと思いますけども、はい、ね、分かる範囲でどんどんやりますけれども、まあそうですね、 CFA フランの問題とか、そうですよね、ですね、アフリカの方と話すとですね、今の問題は全てヨーロッパの植民地のせいだっていうふうに思ってますし、そう教育されてますし、そうなってますね、全てがじゃ私はないと思いますけども、そういう面が、まあ、非常に多いですね。だからこの CFA フランについてもですね、いつまでこれやるんだったら毎回フランスとこれやってる国々は揉めてますよね。まあ、ただフランスがバックについてるんで、よくね、ナイジェリアとかケニア、エチオピアとかドルがなくて輸入できない、輸出できないとかっていう、そういう問題がないっていうのは多少いい点もあるんですけれども、まあこの辺はちょっとフランスさんがどう考えるかみたいな感じのところですよね。そうですね、これ大規模農場に対する、そうですね、先ほどちょっとお見せしたですね、ジンバブエの綺麗な農村がありましたけども、もともとあれは白人が全部やってたんですよね。でそれを取り上げて、まあ、最初の10年は白人にやらせたんですけれども、90年代にやっぱり取り上げて、国民に黒人の方にですね、ローカルにこう分割して渡していったんですが、まあ、経済政策的には失敗ですよね。政治的にはやりましたけども、それによって投資ができなくなって、農業の生産性もむちゃくちゃ落ちちゃってですね、で結局そのもらったの農民も日本 の戦後のですね、農地開放とは違ってですね、結局大統領に近い金持ち のローカルの人にですね、優先的にこう、まあ、意図的に配られたところもあってですね、ちゃんと回ってないとかっていうのもあるんですよね。だからこれはまあちょっと政策の、まあ、オペレの実行上の問題がすごく多いと思いますよね。ちなみにルワンダなんかは、まあ、虐殺とかあってこう ないと違った、それは小作にガーッとばらまく政策をしましたよね。これはまあいい面悪い面両方あって、いい面は、まあ、すごく小さいところで皆さん自給自足で頑張れるっていう点が1個あるのと、
悪い面は日本と同じように小さいのはいっぱいあるんで、大規模集約した農業はできないんで、いつまでたっても生産性が上がらないって、また別の問題が出てくるですね。日本の農地開放でしょですね。ただまあ、小作がなくなって、皆さん自給自足できるようになったっていうところは、いい点かなとは思いますね。あと、債務問題も深刻はその通りですね。まあ、ご承知のレバノンだとかアルゼンチンとかアフリカじゃないですが、それはもうバンクラップでもう飛んじゃってますけれども、アフリカでも IMF が、ね、規定しているところを超えちゃってる国々があって、まあ、これはどうするかっていうのは常々言われてますね。あとこれについてもですね、まあ、なんていうんですかね、多少人類の知恵がついてまして、昔のアジア危機みたいにですね、いきなり飛んじゃうというよりは、今回のコロナの時ですね、 IMF がもちろん責任がやったのが、あっという間にその国の融資をやって、このコロナ中にこう満期が来るような国債の債権を1年2年全部モラトリアムで伸ばしてですね、やるとか、まあ、アフリカ開発銀行も含めてドーンって緊急融資をするとかやってですね、一応今回コロナではアフリカの国で飛んだ国は多分なかったと思いますね。まあ、レバノンとアルゼンチンは飛びましたけども、まあ、この後ロシアがどうなるかってありますが、そうですね、だからこの借金問題をどうするかっていうのは、まだまだ課題が残ってると思いますね。ただ余談になりますけれども、まあ、さっきの、ね、中国新幹線なんかでこれやってね、払えなかったら、ね、モリシャスみたい、あ、モリシャスじゃない、すみません、スリランカみたいに、その中国のね、永久浄化だったらどうするんだとかですね、そさくなったんだとかだったらどうするんだったら、まあ、彼らもしたたかで、何を言ってんだとね、我々はヨーロッパにね、200年も支配されてきたんだと、ね、たかだか最近来た20年ぐらいの中国ぐらいね、いつでもね、蹴倒してやるとかってね、なんかあったら全部裁判踏み倒しだとか言ってますけども、まあまあ、ここはタヌキとキツネの馬鹿試合みたいな感じになる部分もあると思いますね。ちなみに北アフリカの方なんかはね、この間アラブ春政権下でアルジェリアだったと思いますけども、中国が持った2兆円近い債権は吹っ飛びましたよね。全部公共化されて知らないっつってですねやってですね、なっちゃいましたけども、まあ中国だからといって必ずしも全部うまくいってるわけではないっていうのはありますね。ICD4D プロジェクトっていうのはちょっと私は分からないんですけれども、そうですね、これ皆さん映ってるんですかね、映ってないんですかね、質問のですね、中には、まあ、アフリカの IT のところでの、まあ、いろんな課題のことを聞いてらっしゃるんですけれども、非常にですね、そのセキュリティなんかはすごく脆弱ですね。でナイジェルなんかは、まあ、スキミングなんかの天国と言われていてですね、そういう悪い人がいっぱいいたりとかっていうのは、まあ、たくさん起きてたりするのありますよね。で、さらには、まあ、一部はですね、中国的なこう監視カメラを置いて全部やっちゃうみたいなですね、そういうのをやりたがる大統領もいてですね、まあ、中国のパッケージが入ろう、入っている国もなくはないですね。まあ、中アジアほどじゃないですけれども、まあ、この辺はいろんなのが今、うごめいてますね。ちなみにナイロビはですね、確か都市のセキュリティはロンドン市警のパッケージを入れてましたね。で、一部カメラのところの顔認証は NEC さんの技術を入れてましたけども、まあそういうのを入れてですね、まあ治安を良くしようなんていうような国家としてやるような話は結構動いてますね。でも多いのは大体アフリカの IT はですね、それこそ IBM とかアクセンチュアとか、それからインフォシス、ウィープロっていうインド勢ですね。インド勢とかその欧米系の大きいところが政府のシステムとか、銀行のシステムとかですね、ほとんどそういうのやってますよね。で、そこに多少ローカルのベンチャーとかが、まあ、加わってやるっていうような感じでインストールしてるのが多いですね。椿さん、我々のパネルの中に実は中国の専門家が2人おられるので、そちらからちょっとご質問をコメント差し上げればたいと思いますので、はい、よろしく。じゃあ北野先生お願いできますか。はい、椿様本当にありがとうございました。今回お話を伺うのは2回目になるんですけれども、ありがとうございます。はい、改めてまたさまざま啓発をされました。で、私自身は、まあ、中国の対外援助の動きをフォローしているんですけれども、
まあ、アフリカ側から中国を、まあ、どういうふうにこう評価しているのかなと、先ほどあのタヌキ、ツネとタヌキの化かし合いというところがありましたけれども、はい、アフリカもやはり小国と言ってもですね、それぞれやはりしたたかで、決してその中国にやられてばっかりいるわけではないのかなと、でも一方でやはり中国の方が圧倒的に強力なので、アフリカ連合がもっとそのアフリカのパワー、各国のこう意見をこう集約して、まあ、集団で、協力して中国とあの交渉し、交渉力をもっと高めていくと、これはまあ中国に限らないと思うんですけれども、長期的にはそんな方向もあるのかなっていうふうに思ったりするんですけれども、あのそのあたりはいかがでしょうか。それからもう一つの質問は、最近あのタンザニアに、南部アフリカの国々の政党の幹部の養成学校ができて、ここに中国共産党がかなりのお金を突っ込んで、また人材も入れてですね、中国式のその国の統治モデルを学ぶようなアプローチをしているんですけども、もちろん中国もそれを強制しているわけではなくて、あの参考にというこう提供しているんですが、この中国の統治システムについてアフリカ側はどんなふうにこう評価をしているのかなと、この2つの質問です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素晴らしいご質問だと思いますけれども、ですね、まず一般論から言いますね。中国今累積の FDI で5兆円6兆円近く突っ込んでるんですけれども、一帯一路でもですね、地域的には中国がもう東南アジアでトップになってますね。まずあの 99% のアフリカ人はウェルカムです。あの欧米みたいにそのなんか人権がどうとか言わず、まあ儲からやるというのでですね、金出してくれれば何でもいいというので、やってですね、基本はすごくウェルカムですね。ただし、まあ日本人だと多少欧米から言ってくれるのは、やっぱり中国人に騙すやつがいるとか、あいつら汚いとかって言ってですね、あの日本人と組みたいとか言っていただけますけれども、あの基本はあの欧米みたいにですね、なんかぐじゃぐじゃ言って人権がどうとか言わずにお金を出すので、しかもですね、まあ、ODA とかみたいなグローバルのスキームじゃなくて、彼らの直当のスキームでやってきますんで、そういった意味ではあのウェルカムされてますよね。それからやっぱりあの特徴的なのは、そのインフラ開発、さっき言ったような一帯一路もあるそういう道路とかですね、ケニアなんかもあっという間にティカのハイウェイとか作っちゃいますから、あのそういう部分ですね。あと時々あの日本の、ね、マスコミが書くなんかそういうの持ってっても中国人も連れてって廊下に金を落ちないって言いますけども、まあ、実際現場見ましたけども、それはあんまり事実じゃなくて、大体どうですかね、道路工事の場合はその特殊な重機とか監督員だけ中国人にポロポロって言って、あとはローカルですし、うちもあのショッピングモールを中国のゼネコンで作ってもらうことあるんですけども、800名ぐらい動かして中国名は40名ぐらいでしたね。40名ぐらいがプラブ作って住み込みでやってくれましたけども、やっぱり何たってですね、納期守って安いっていうので、もうローカルゼネコンにも圧倒的にできればいい。ディティールはしょぼいですけども、そういう面があります。それからですね、まあ、2番目のポイントもすごく素晴らしい視点で、私も結構感心したっていうのが、まあ、やばいなと思ってるようなんですけども、人的な側面での支援がすごいんですよね。先ほど言った政治学校の件、私はあまり存じ上げなかったですけれども、確かですね、10以上の国で農業学校を作ってたりとかですね、日本もあの JICA さんがあの職業訓練学校を使ったりとかですね、韓国はコイサとかって言って、まあ、アメリカでやったりとか多少あるんですけれども、あくまでその援助のその意義ですけれども、ちゃんとした農業学校をやる。それから日本もですね、アベイニシアチブということで TICAD で大体3年間で3000人ぐらいの留学生を受けてますけど、中国は6万人って単位でありますから、その公的なやつで丸がかりで6万人、日本の20倍受け止めてですね、それ以外にも普通に留学するのが10万人以上いると。でさらにですね、あの商売としてもすごく深くて、皆さん行ったことあるクイシューだとかですね、 EU っていうそのアパレルの産地のとことかですね、プラスチックのとこなんかも中国人が仕入れに行って売るんですよね。まあここはちょっと難しくて、アフリカ人が日本に行ってお菓子町で仕入れて持ってって売ろうとしても高すぎて売れないんですよ。その代わりですね、あのアフリカ人が中国に行って、ね、別にビーチサンダルでも机でも、まあ、椅子でも何でもですね、仕入れてやるとやっぱそれが売れるんですよね。世界で一番安い売れちゃうというので、
普通に来ちゃうんですよね。先ほどおっしゃってましたけども、大体コロナ前でアフリカにいる日本人が、まあ、在留統計ベースで8800人と言われてますが、中国はですね、公式な統計ないんですよ。100万人とか30万100万人とかって言われてるんですよね。で、それだけ中国人が言ってるんですけど、それ別に政府に強制されて言ってるというよりは、普通にビジネスがあって普通に行ってるっていう感じですね。我々が付き合ってる感じですけどね。だからそういうようなところで、我々が行けばもちろん必ずニーハオニーハオって言われますから向こうは区別がつかないんですね。で、ちょっとあと講師学院も確か20ぐらいあったと思いますけれども、まあこれはさっきの2003年からですね、まあ、中国の、まあ、もちろん、外交部がですね、政策的にはやっていて、まあ、当たり前ですけども、そのね、国際世論というか国連での冒頭のためにですね、まあ、一生懸命仲間作りをしている中で、まあ、日本の機関ともそういうので一生懸命やってますが、まあ、この間みたいにね、まあ、バイデンが言って、なんか自由民主主義連合の会議ってらすかさず中国がそうじゃないのやって、そっちの方が国が多いとかですね、その多くがアフリカの国とかになってますけども、まあ、そういうような、政策面のしたたさかっていうのは、やっぱり中国は大したもんですよね。特に人的面ではすごくやってますよね。でも同じことはヨーロッパもやっていて、アドバイザーって形でですね、植民地支配が終わった後も全員引き上げたじゃなくて、アドバイザーってずっと残ってて、役所の幹部はずっと白人でしたからね、まあ、大臣はローカルを据えてましたけども、それがまあ徐々にこうローカルに移りながらも、言って保険制度とか、ね、法律とか制度はほとんどイギリス植民地はイギリスのままですし、まあ、そういうのはまだまだあるかなっていうふうに見てますね。っていうので、まあ、日本はもっと考えただ、まあ、日本の、ね、過去の JICA さん のあれとか、ジュズローさん含めてですね、累積でも日本もまあ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 、中国の10分の1ありますけども、やってはいますので、そういう意味では、まあ、日本と組みたいっていう方々はたくさんおられるのかなと思いますね。まあ、ちょっとそれはすみません、私が日本人とかバイアスが、向こうがバイアスかけててくれていると思いますけども。すみません。はい。お願いします。ありがとうございました。はい、もし青山先生ありましたらよろしくお願いできますか。はい、ありがとうございます。早稲田大学の青山と申しますが、私は中国とアフリカの関係を素晴らしい、もう教えてください。いや、こちらこそ本日は、貴重なお話をいただきまして本当に大変勉強になりました。先ほどその北野先生との質問とも関連していますけれども、椿先生がお話の中で、まあ、中国の、強みとかについてお話しされていましたけれども、逆に中国の行動に比べましてと比較して日本の強みとかはどこの辺にあるのかっていうことについてお話教えていただければと思います。あとはもう一つですね、最近中国の場合はお話の中で、モバイル決済とか送金の話について、お話しいただきましたけども、ちょうど中国はこれを利用して今 e コマースを中国とアフリカの間で、推進しようとしているんですけれども、その現場の、感覚から見るとどこまで進んでいるんでしょうか。ありがとうございます。ありました。ですね、まあ、日本のいいところというかですね、まあ、一番端的に言うと実はトヨタなんですよ。で、アフリカの特に東アフリカはそのまま右ハンドルなんで、日本の中古車がそのまま走れるので、大体東アフリカにおいては走ってる車の8割が日本製で、さらにその8割は日本の中古車ですよね。であり、さらにその8割がトヨタ製と言われるようにですね、要は壊れないと、ね、非常にちゃんとできているというので、いろんなセレンゲティとかマサイマラ行ってもね、サファリカーって2、30年前はチェロキーとかジープが走ってましたけど、今はもう全部ランクルですから。でケニアの大統領なんかの車も全部ランクルですよね。一時期韓国に変わりましたけど、これ壊れるからって全部戻してましたけども、あ、すいません、中国製が戻してましたけれども、そういうふうにですね、日本はそのトヨタ車を通じてですね、日本のは壊れにくいちゃんとしたいいものだっていうパーセプションはすごくありますと。ただ日本人は見たことはないというですね、こういうのありますよね。あと、まあ、JICA さんと接している人は、日本はあんまりこうなんかね、そこで権益を取るとかギラギラしなくていいことやってくれるよねっていうようなジェネラルな話はありますよね。ただ一方では意思決定が遅いとか、
なかなか決められないとか、ね、中国がすぐ決めるのなんで日本ってこんな決まんないのとかですね、そういうマイナス面もまあ山ほど言われてますよね。それからですね、先ほど貿易決済等もですね、ものすごく大きなチャンスがありまして、だいたい輸出入においてですね、日本とアフリカの取引はだいたい輸入が9000億で輸出が8000億とかですけれども、中国はその10倍ですね、だいたい10兆と9兆ぐらいあってですね、圧倒的にでかいんですね。で、先ほど言ったように普通のアフリカ人が中国に行って、まあ、家具でも何でも仕入れてやるっていうのがあるようにですね、でそこをですね、今はマネードルでする人の問題がすごく大きいですから、今デジタル人民元にする、それをさっき言ったようなエンペサみたいなやつを通じてですね、ピアトゥーピアでやって、まあ、アメリカの監視下を逃れようということは今むちゃくちゃ起きてまして、多分その一帯一路だけじゃなくて、中国アフリカ間の10兆円近い、まあ、入りとで10兆と9兆ありますけれども、これがデジタル人民元に変わるのはもうマジかっていうか、もうすぐやるだろうなっていうふうに見てますね。で、それは中国的には正しい戦略だとは思いますよね。うん、アメリカ的にはあのマイナスですけどね。でそれがね、あの細かい B2C でも、それから今越境 EC がありますようにね、アリババだって別にアフリカ人が全部変えてアフリカに持ってってくれますから、アフリカにあるね、一番大きいジュミアっていう、まあ、上場したアマゾンみたいなのありますけれども、これもね、あのジュミアグローバルっていうのがあって、あのこれは中国から発送しますって書いてあるんですけど、2週間ぐらいかかりますけれども、買えますよね。一応現地通貨で決済ができるんですよ、いうようなのもあってですね、まあ、ちょっと2週間ぐらい待たなきゃいけないんですけれども、いうので、まあ、どんどん中国とそれはリアルでつながってますよね。まだね、全然楽天はそんなこと1ミリもしてないんで、あの楽天のサイトで中国人が買って中国に発送してもらうってことは全くやってないんですけれども、あの世界ではそういうのがどんどん進んでるというのは正しいかと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。残念ながらの時間になってしまいまして、はい、でしかも、まあ、今日はあの非常に多くの Q&A というか、まあ、質問もいただいていて、あの残念ながらちょっと十分にあのいただいた質問にお答えできる時間が確保できなかったところは残念でしたけれども、あの非常にあのやはりビジネスの観点からそのアフリカに どう関与し、どうそのあり方を捉えるのかというのはですね、通常、まあ、私も政治学者なので、そういったあの学問的な分視点とは若干また違った新しい発見のあるあのご発表であったかと思います。で、ご著書の中で書かれておられた、まあ、アフリカに行くと元気になるというのは私も、ま、全く同じ感覚でありまして、日本にいると日々なんか擦り切れていくんじゃないかというような大学でのいろんな実務にさらされている時にですね、あのたま、まあ、ちょっと今なかなか行くことはできないんですけれど、アフリカに出張をして、その飛行機を降りて、ね、ちょっと暑い風に吹かれるとですね、なんか元気になったよ なって、それでまた日本に戻ってきて頑張るというような感覚は非常に共有されできる部分がありますし、あのご出身が駒場だということもあの今回改めて書くことになります。駒場ですよね、私もちょっと思ったんですけど、あれの裏ですよね。そうです私も貴重家だったんでずっと4年いたんで、はい、これはなんか見られてまさにあそこじゃないかというそうです、胃腸を取れるのかじゃないかみんなが落ちてくるところでいや本当にあの今日はあの貴重なお話と、あの我々パネルとの間の非常に生産的な理解ができて大変ありがたい機会でありました。あの今年は8月にティカンドがチュニジアで開催されるということもあって、またじゃ、まあ、ちょっと今あのロシアのウクライナ侵攻の影響がそのアフリカにも若干、まあ、かなり大きな食料面での影響を及ぼすようなあの報道も出されておりますので、まあ、引き続きあのいろいろな知見を共有させていただいて、アフリカへの関わりを日本としてどう進めていけばいいのかということについて考えていきたいというふうに思いますので、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。あのはい、あの お戻しいたします。高田さんお願いします。ありがとうございます。時間超過しまして、長丁場ありがとうございました。またじゃ椿さんにお書いた、またぜひまた機会がありましたらこのパネルで遊びに来てください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またじゃあ5回でお会いしたいと思います。はい、どうも失礼いたします。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。